シーナリンゴ×ノッチが初共演。異色のコラボ曲、初 KO ガチに込められた秘密とはファンと共に成長するナンバーアンダーライン愛新曲、ボン、の歌詞に隠されたメッセージを解読。ナンバーアンダーライン愛の新曲、ボンは、盆栽をテーマにした楽曲で、その歌詞にはメンバー3人の名前が隠されているという興味深い仕掛けが施されています。リリックを手掛けた平野翔は、 インスタグラムのライブ配信で、ボンのプロデュースに関する質問に答える中で、この秘密を明かしました。彼はまた、針金という言葉が多くのファンから質問を寄せられたことについても言及し、盆栽が針金を巻いて自分好みの形にしていく過程をファンとの関係に例え、最高の形を一緒に作り上げていくという意味が込められていると説明しました。こうしたメタファーは、 彼らの成長と進化を支えてくれるファンへの感謝の気持ちを表しています。この曲のミュージックビデオも非常にユニークで、随所に遊び心が感じられます。2分50秒の場面では、団地の広場でメンバーが子供たちに紙芝居を披露するというシュールな展開があり、ラストには2010年頃にネットミームとなった、チャリで来たのポーズをしたり、ザ・ドリフターズのたらい落としのパロディが織り込まれていたりと、小ネタが満載です。 また、51秒のシーンでは、SNS で話題となったミツバチの格好をして走るおじさんのオマージュが登場し、思わず笑ってしまう瞬間もあります。さらに、1分45秒からはフィギュアになったメンバー3人が金トーンのような黄色い雲に乗ったり、当白白のようにピンクの柱に乗ったりして空を飛ぶという、ドラゴンボールを思わせる場面もあります。これに関しては、 3月に亡くなった鳥山明の追悼という意味だけでなく、以前から世界的にラッパーの間で、ドラゴンボール、ネタを盛り込むのが流行っていることも意識しているのかもしれません。ちなみに、ボンが収録されているミニアルバムの、のオー・リングは、メンバー3人が曲ごとにプロデュースを手掛けており、神宮寺優太プロデュースの、スクエア・アンダーライン1はパンピーが楽曲提供したことでも話題になっています。 平野はこのミニアルバムについて曲から入って自分たちにたどり着いてほしいと話しているのでこちらもぜひチェックいただきたいです。シーナリンゴとノッチ、パーヒュームのコラボ曲、初 KO ガチもこの週の注目トピックの一つです。シーナリンゴが7人の歌姫と共演したアルバム、法上絵に収録されたこの曲はノッチをゲストボーカルに迎えています。 パーフュームのメンバーがソロでボーカリストとして活動するのは初めてのことであり、楽曲の曲調や歌い方、ボーカルのエフェクトなどがパーフュームとは全く異なるため、のっちってこんな歌い方もできるのか、と話題になっています。シーナは20年前からのっちにラブコールを送り続けていたものの、共演が実現しなかったことを明かしています。しかし、今回は先に曲を書いてからオファーをするというアプローチを取り、 多くの人が思っている印象とは違った一面を持つ自分の中で考えているノッチというイメージで曲を制作しました。歌詞の中にはノッチの出身地である広島弁や椎名の出身地である博多弁が盛り込まれており地域色豊かな表現が楽しめます。さらに会心の一撃といったフレーズはノッチは RPG が好きというファンにはお馴染みのエピソードから来ている可能性があります。 この曲のミュージックビデオも非常に魅力的で、ノッチとシーナの個性が見事に融合しています。特に、ノッチが広島弁で歌うシーンは、普段とは違った響き方がして新鮮です。シーナは、広島弁で歌うノッチについて、西の方言を歌う時に今までとは違った響き方がして、極道感というか語の港が見えました、とコメントしています。また、ノッチのファンにとっては、初 KO 勝ち。 というタイトルの意味も興味深いポイントです。このタイトルは、ノッチの新たな挑戦を象徴しており、彼女がこれまでのイメージを打ち破り、新しいスタイルで成功を収めることを示唆しています。この曲を通じて、ノッチは自身の多彩な才能を再確認させ、ファンに新たな驚きを提供しました。この週の YouTube ミュージックビデオランキングでは、他にも多くの新曲がランクインしており、 特に K-POP の注目曲が多く見られます。ニュージーンズのハウスイートトレジャーのキングコングエースパのアルマゲドンセブンティーンのチアーズトゥーユースなど様々なアーティストがランキングに登場しています。これらの楽曲はそれぞれのアーティストの個性と魅力を存分に発揮しており、ファンの間で大きな話題となっています。今週のランキングでは米津玄師の毎日も注目されています。 この曲は、日常の繰り返しに対するフラストレーションをストレートに表現した歌詞が話題となっており、多くのリスナーから共感を呼んでいます。米津玄師氏の独特の世界観と繊細な表現が光るこの曲は、リスナーに深い印象を与えます。キングプリンスのムーブもランキング入りし、多くの新しいファンを獲得しています。YouTube のコメント欄では、イベントウィーアー。 レッツゲットザパーティースタートで彼らのファンになったという人々が絶賛コメントを書き込んでおり、彼らの人気がますます高まっていることが伺えます。さらに、フジテレビ系ドラマ366日の主題歌としてオンエアされた HY の366日フィート、長田翔平、チョコレートプラネットも注目されています。長田のまっすぐな歌唱とハーモニーの美しさが多くの視聴者を魅了し、 この楽曲がドラマの感動をさらに引き立てています。ずっと真夜中でいいのに。の新曲、嘘じゃないもランキングに登場しています。この曲は映画、好きでも嫌いな天の邪尺の主題歌として制作されており、映画の登場人物やストーリーとリンクする歌詞が特徴です。また、新曲を発表するまでの約1年間の活動を振り返るような歌詞も含まれており、ファンにとっては感慨深い内容となっています。 このように、今週の YouTube ミュージックビデオランキングは、多岐にわたるジャンルの楽曲がランクインしており、それぞれのアーティストが独自の世界観を表現しています。これらの楽曲は、視聴者に新しい発見や驚きを提供し、音楽シーンをさらに盛り上げています。音楽は常に進化し続けており、新しいアーティストや楽曲が次々と登場しています。これからも多くの素晴らしい音楽が生まれ、 私たちの心を豊かにしてくれることでしょう。音楽ファンとしては、新しい楽曲やアーティストとの出会いを楽しみにしながら、これからも音楽を楽しんでいきたいものです。そして、音楽シーンの最新情報をキャッチし、今何が注目されているのかを見逃さずにチェックし続けていきましょう。